おまんじゅう屋さんがやってるクラフトビール。この後動画でアップします。すごい大変です。今日はたっぷりと飲んでいただければと思います。で行こっか。ダーギュー。おはようございます。麻生タイガー改造機のホトです。今日はおっちゃんねるさんの大人の秘密基地にお邪魔しております。こちらに見えてますのが私のアストロタイガーですが、こちらがおっちゃんねるさんのおっきゃん3号になります。おっきゃん2号が三つのっちさんのキャンプバーランタンのキッチンカーとして生まれ変わるということで、今回はキッチンカーのお披露目イベントにお邪魔しております。オフ会の様子を動画でお知らせいたしますので、チャンネル登録の上ご覧ください。失礼します。おお、広い。じゃーん、銀盾いいなー。さすがフルコンバージョンなのですごく広いです。おお、ツリーハウス。あ、いい感じ。あ、メニューこちらですね。おまんじゅう屋さんがやってるクラフトビール。え、甘いとかそうじゃなくて。甘くないんですよ。あ、これは変わってないですね。取っちゃいけない。このジョークは取っちゃいけない。私のステッカー貼っていただきました。失礼します。どうぞ。秘密。わあ、あ、頑張って片付けられましたね。いやいや、この後動画でアップします。すごい大変です。はいはい、おっちゃんが一番好きな伊勢門のペールエールが一番最初飲むんだったら、姫ホワイトから言えばちょっと変化球すぎるよね。ペールエールはその伊勢門屋さんのフラッグシップモデル的なところなんで、はい、ぜひこっから。じゃあ、はい、そっから。はい、今日はこれ伊勢門ペールエールで。はい、ありがとうございます。いただきます。ぜひぜひ。で、香りも、はい、面白いビールなんで。これが姫ホワイト。姫ホワイトですね。これです。これですね。ベルギースタイルの白ビールで、ベルギースタイルなんで、はい、ビールの麦芽以外にも、ホップ以外にも、あのこれ柚子とコリアンダーの香りがつけられてますね。そうなんですね。あ、なんかちょっとフルーティーな感じ。で、それ面白いのは、酵母を伊勢門屋さんの社長が自分で見つけたって。キッチンカー2号無事に完成いたしまして、今日はたっぷりと飲んでいただければと思います。はい、はい、どうも本日ありがとうございます。3時の集合から皆さんね、キッチンカーの方で、ドリンクの方を飲んでもらっていると思います。ゆるりと楽しみましょうということで、よろしくお願いします。いただきます。何乾杯しようかな。あ、2個だな。ということで皆さん乾杯。乾杯。乾杯。おめでとうございます。ありがとうございます。
マスクしてます。ありがとうございます。すごいちっちゃいプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。肉の量多いんでここ3人銀河クラフトビールいただいております。肉が、あー、ま、これ行こっか。ダーギュー大吉よ。ダブルぐらいでいいかもしれない。えー、そうですか。ダブルぐらい。ダーギューやばー。いただきます。もうこれいいはず。多分出ました。よいしょ、一回切ります。購入ちょっと火力を弱めます。卵割って、あの醤油を少し入れてもらって、ネギはあのキッチンバサミでちょくちょく切っていただいて入れてください。うん。いいっすね。はい、大丈夫です。あの、はい、うどんは、はい、こう取ると大変なので、はい、ここに。こう取ってください。はい、はい、はい、じゃああとはどうぞ。いただきます。はい、いただきます。はい、うわすごいすごい。だから今よ横からこすくらしいですね。横すくい。これあの香川県の山越え、山越えさんね、はい、はいはいはい、有名ですよね、はい、山越え、おはようございます。お先いただいてます。おはようございます。どうぞ、今いただき上がってますか。あ、そうそうそう、おいしい。まず卵を割ってもらって、はあ、醤油を少し入れていただいて、はい、わかりました。ネギはあの一バサミでちょっと切っていただいて、はい、切れないわ。これあの、はい、こう取ると大変なので、うんうん、こう、ここでこうね、はいはい、それが、はい、いいね、朝うどんのこの難民の会みたいな難民の会難民の会、朝うどんバージョンでも絶対美味しいやん。香川の炊き出しよし、娘から行く。はい、オフ会無事に終了しました。おっちゃんねるさん、水の地さん、お世話になりました。おっちゃんねるさんと水の地さんのチャンネルは動画下の説明欄に
リンクを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。オフ会では皆さんお世話になりました。またお会いできることを楽しみにしております。